一応書式もルールも揃っていた。いくつかの作法が混在していたが、まあその熱意に免じ寛大に契約に応じてやったのだ。そしてわらわは山梨黄金を与えてやった。そして親方様はその黄金を使って事業を成功させ、今日の財を成すのですね。うん、魔法の才能はからっきしだが、詳細と爆災はあったようだな。いや、理不尽なる賭けに全て落とす勇気と狂気ゆえにか。狂気は時に魔力に通ずる。なるほど。その点から見れば、金蔵に魔法の才能が全くなかったとは言い切れんか。そして莫大な財産を得た金蔵は、人の世で手に入れることのできる全ての夢を叶え切った。そして最後に世界の真理を求めたのだ。世界の真理？世界を構成する一なる元素。人の世で得られる全てを満たした金蔵は、人が求める最後の欲望としてそれを欲したのだ。わらわも金蔵を少し見くびっていた。まさかあれほどの力を見せるとは思わなかったのでな。おかげでこのざまだ。茶飲み友達もなく、この島にもう何十年も縫い止められている。誰に話しかけようとも声は届かず、どこへ行くこともできない。なんとも退屈な数十年だったことよ。ベアトリーチ様が私に割るように言ったあの鏡は一体何なのですか？ああ、その話か。この辺りの島で大昔いろいろとあったらしくてな。そのせいで良くないものがたまり、悪い歪みを引き寄せていたのだ。それを旅の東洋魔術師か何かが、鎮魂の社を建立して封じ込めたらしい。それ自体は、わらわとはどうでもいいことなのだが、困ったことに、魔力の基礎が違っててな。
わらわの魔力にも強い干渉を及ぼしておって、非常に迷惑していたのだ。そうだったんですか。私はてっきりベアトリーチ様を封じていたものだとばかり。わらわを対象にしたものではない。だが神格のある鏡だったからな。結果としてわらわの力を封じ込めていたわけだ。料理に例えるならこうか。わらわの注文した西洋料理が厨房でまさに料理されているとする。ところがいざ配膳しようとしたら、客席は日本風で懐石料理が並べられている場だった。だから厨房は場違いな皿を出せず、わらわのところへはいつまでたっても西洋料理が届かないといった感じよの。だからそなたに日本風の客席を打ち壊し、場を一度白紙に戻させたのだ。そのおかげでようやくわらわの注文した料理が届き、力が戻ったというところか。もっとも、ようやく食前酒が届いたというところよ。メインディッシュにはまだまだ遠い。今のわらわなど、靴屋の妖精にも劣る気迫な存在でな。ん？何がおかしい？いえ、魔女様の例えがあまりに面白かったもので、まさか魔法の話がお料理の話に例えられるとは思いませんでした。我ながらうまい表現だったつもりだが、よもや笑われるとは思わなかったぞ。少し心外だ。こう見えても昔は残酷極まりないことで知られたわらわだったが、丸くなったものよ。人間とこうして他愛ない話で茶を交わせるようになるのだから。雲が出てきたな。海も制裁をかけば灰色の水たまりに過ぎぬ。そうでしょうか。曇っても海は美しくて真っ青だと思います。もはやそなたの両目に埋められているのは黒い石ころではないらしい。どうだ、家具から人間に生まれ変わった気持ちは理解できておるか？はい。世界がこんなにも優しかったなんて知りませんでした。最近いい笑顔をすることが多くなったじゃないか。何か良いことでもあったのかね？いえ、でも楽しい毎日です。はい。良いことじゃないか。同じコーヒーなら笑顔で継がれた方がうまいに決まっている。その笑顔でもう一杯頼めんかね？
珍しい茶花をしそうになったな。有意義な時間であった。そろそろ仕事に戻らねばならぬ時間であろう。茶会はこれまでにしよう。そなたとわらわが茶を飲むことを好かん者もおるようでな。え？安心せよ。茶会はこれで終わるぞ、カノン。いつからそこにいたの？声をかけてくれれば、カノン君の紅茶も入れたのに。おい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 、がっかりがっかり、期待外れだぞ。楽しかったぞ。また縁があれば会おうぞ。まだまだ魔力が足りぬでな。姿を現すのも疲れる。そんなに疲れるなら二度と現れるな。シャノン、次の茶会ではジョージとの話をまた聞かせておくれ。人の恋路より甘い茶花は他にない。それではさらばだ。姉さん、あいつと付き合っちゃダメだって言ったじゃないか。ベアトリーチェ様はそんなに悪い人じゃない。確かにちょっと怪しいところはあるけれど、僕たちにしか姿が見えない時点で十分にうさんくさいよ。あいつは人間じゃない。何を企んでるかわかるものか。カノン君、それは少し失礼だと思うな。確かにベアトリーチェ様は人間とは違う。恐ろしい力を持っているし、恐れ敬わなければならない存在だと思う。でも人間とは違うからといってそれだけを理由に忌み嫌うのはとても失礼なことだと思うの。姉さんの言いたいことはわかるよ。姉さんはあいつにあのブローチをもらってから変わった。まるで魔女の虜だよ。ジョージ様との仲を取り持ってもらって頭が上がらないんだ。そんなことを言わないで。あいつは人間じゃない。何を考えてるかわからない。だから気を許しちゃダメなんだ。そして、人間じゃないのは僕らも同じだよ。姉さん。僕らは核だ。たとえ名前をもらい、人として接してもらったとしても、僕たちの生まれが変わるわけじゃない。ハグじゃ。
ううん、家具だよ。僕たちは人間未満の存在。姉さんはそこを忘れたふりをして、人間のふりをしているだけ。自分でも分かっているはずだよ。私家具じゃないもん、人間だもん。いや、人間じゃない。僕らには愛する資格も愛される資格も初めからない。お嬢様に聞いたよ。正直呆れたね。ジョージ様と一緒に旅行に出られるなんて。家具の身の程を忘れてるよ。姉さんはあの魔女にそそのかされて、自分が人間になれたと勘違いしてるだけなんだよ。聞いて、カノン君。確かに私たちは家具だよ。人間に劣った未満の存在。でも、その満たない分をもし得られたなら、それは人間になれたということじゃないのかな。そんなものあるよ。ううん、あるの。それを得たなら私たちは家具なんかじゃない、人間になれるよ。バカバカしい。なれるものか。どうしてよ、魔女の受け売りは。うん、ベアトリーチェ様に教えてもらったの。私たちは世界の一なる元素を得ることで人間になることができる。ううん、それを満たさないならそれは人間じゃない。だから人は一なる元素を得るために生涯を尽くし貫いていく。姉さんが何を言っているのかわからないね。夜迷いごとなら聞きたくないよ。なら、カノン君にもわかるように教えてあげるね。ほら、姉さんの指の先を見て。私には真っ青に見える。そういう意味。緑色の信号を青っていうようなものでしょ。違うの。海は真っ青。私には分かって、カノン君には分からないなら、これがつまりそういうことなの。これは私の。だから
私だと思って粗末にしないで。これは本当の魔法の力を持ったお守り。きっとカノン君に大切な気持ちを教えてくれると思うの。あいつの魔法で教えられることなんて何もない。ううん、あるの。だから身につけて。恥ずかしければ懐に忍ばせておくだけでもいいそうなの。バカバカしい。あいつの魔法なんかに惑わされてたまるか。きっとカノン君は大切なことを学べるよ。きっと人間になれるから。そうすればきっとカノン君にもこの海が美しい青に見えるに違いない。ネズミ色は何度見たってネズミ色さ。違うよカノン君、そう見えるのは愛がないから。カノン君にも真っ青な海が見えるよ。